ウィリアム・マクスウェル・エバーツウィリアム・マクスウェル・エバーツはアメリカ合衆国の法律家、政治家。アンドリュー・ジョンソン政権で司法長官を、ラザ・フォード・ヘイズ政権で国務長官を務めた。エバーツはマサチューセッツ州ボストンにおいて誕生した。父親は作家のジェレマイア・エバーツ。祖父はアメリカ独立宣言署名者のロジャー・シャーマン。エバーツはボストンラテンスクールで学び、 1837年にイェール大学を卒業。ハーバード大学法科大学院に進んだ。イェール大学在学中は秘密結社、スカルボーンズに参加した。1841年にニューヨーク州で弁護士として認可を受け、まもなく法律家としての高い地位に就いた。エバーツは1843年にヘレン・ミネル・バビンガム・ォードナーと結婚し、12人の 子供を設けた。娘、エリザベスの次男で、孫のマックス・パーキンズは、彼の名前を引き継いだほか、フィッツ・ジェラルド・ヘミングウェイなどを見出した、書籍編集者となった。エバーツは、ホイック党の支持者として政治への関与を開始し、その後共和党が結成されるとそれに加わった。エバーツは1849年から1853年まで、連邦地方検事法を務めた。 1860年、エバーツは共和党全国大会においてニューヨーク州代表団の主席代表を務めた。1861年、エバーツはニューヨーク州上院議員に立候補したが敗北した。エバーツは1867年から1868年にかけてニューヨーク州憲法制定会議の議員を務めた。エバーツは アンドリュー・ジョンソン大統領の弾劾裁判において大統領の主任弁護人を務めた。エバーツは1868年7月から1869年3月までアメリカ合衆国司法長官を務めた。エバーツは1876年の大統領選挙の共和党予備選挙においてラザフォード・ヘイズを支持し顧問として支援した。ヘイズが大統領に当選すると エバーツは国務長官に任せられた。エバーツは1885年から1891年までニューヨーク州選出の連邦上院議員を務めた。エバーツは1887年から1891年まで上院図書委員会委員長を務めた。エバーツは1891年に病にかかり公職を知りいた。エバーツは1901年2月28日に ニューヨーク市内で死去した。エバーツの遺体は、バーモント州ウィンザーのアスカトニー墓地に埋葬された。ありがとうございます。